しよう、難しい、っていう感じ。止まる駅が多すぎるわけでもないんだけども、まあ全部ちょっと長いので、ポイントだけ押さえて移す感じで。最後セリーヌ35、ノッチはいくつかな。制限3、いくつだろう、3ぐらい、2ですね、2ということで、800m 地点でセクションがあって、マスコットが来てあげるといいですね。マスコットが来てあげると、どう思います。ここ一つ言いたいことがあって、まあ、400m 地点から、45km 線に入るんですよね。だから、あ、じゃあマスコン切ってさ、たらちょうどいいんじゃねって思うじゃないですか、スピード出ないから。4つもや、時計通せ、時計。次、5時20分15秒でしょ、残りね、20秒しかないんですよ、20秒。ちょっとさ、時間に余裕ないわけですよ。ということで、スピードを上げて、駅に突っ込んで、で、だらだらホームの中走って、時間調整した方がいいんじゃねって僕は思うわけでございますよ。っていう考えると、セクションは無視して、踏みっぱなしで加速するとか、はい、とか、あと45キロ制限のところもギリギリまでブレーキを我慢して、45キロ制限スタートのところまでにギリギリ45キロにするっていう方向の方がやりやすいんじゃないか、延着しづらいんじゃないかと思ったりはしてます。どうでしょう。ドアが閉まります、ご注意ください、っていう感じですかね。もうとにかくスピード出す、スピード。701系はもう加速と減速が速いんで、よいしょ、なんで進行結構他の電車と違ってブレーキングポイントを動かすこともできますし、できますので、なんちゃろう、その何だっけ、感覚をつかまないと、出したらフルブレーキングして、まあこれで止まらない、止まるだろうと思ったら思いのほか早く止まっちゃったりすることがあるので、まあ、気をつける必要があるという感じですね。進行スキップ、今の調整があります。残り20秒止まれてるんですよ。ここ20秒で行くという状況で、45キロにスピード下げたら間に合わなくねということでね、これはちょっとね、ギリギリまでスピードオーバーでいいと思いますよ。と思ったら駅の方が短いのか、45キロ制限、多分この分岐から45キロですよね。ほら、時間ギリギリだもん。まあでも定着っていう感じで、ね、ブレーキングすごい難しいですと思います。私は2秒とんの、ひれー、まあいいや。来た、この71キロの最高速度は119キロ、ゲーム上では119キロ出すというのが楽しいですよね。まず出そう、最高速度、最高速度119キロだけど、電車の方は安全性の評価、安全性の配慮という評価があって、ゲーム上で設置された最高速度が 95% 以上出すと限定らしいです。最高速度進行、つまりこのスピード110キロ出した時点でですね、もう完全にもう減点ですね。はい、いいね、興奮しますわ。110キロ出したからもういいや。第1編進行で、ここで45キロ制限いきます。進行制限45、やばいね。180m 地点で45キロ制限注意。あと70キロ制限があるけど、あんま気にしないという感じで。制限解除。減速。さあ、という感じです。直前で45キロ制限あるんですけど。まあ大丈夫でしょう。
ここ結構危ないかもしれないです。ここ結構円通しやすいかもしれないので、呼吸を続けてください。結構なかったですよ、今ね。もうぎっちり加速して、35キロギリギリしなきゃいけないんですよね。だって、理由なかった、あれは。第一編のちょうど駅の前の分岐点で45キロにちょうどなるようにブレーキングしてやんないと延通しますね。あれは危ない。特に私みたいに序盤でもし失敗してしまった、まもなく大曲がり大曲がりです。秋田新幹線小町号田沢湖線は戻り替えです。足元が滑りやすくなっておりますのでご注意ください。っていう方は気をつけていけないですね。そういう方は序盤で見せた人はね。さあ分岐点です。どこから45キロなの、これ怖い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 。あそこの分岐からかな。あ、ここが分かりそう。はい、真面目と話すのですけどね。大曲りと仮物と大曲りはすごい円通しやすいので、減速の僕が出たとしても減速の僕が出た瞬間に45キロに合わせるっていうことはしないで、本当に駅のホームの前の分岐とか本当に45キロの制限とか速度制限が始まる前まではブレーキングを遅らせる必要がありますね。そこは難しい。そういう点ではちなみに終盤で急になんか点数下がってましたけど、あれはオーバーランプラス装通したくてスピードを上げて駅を通過した結果信号引っかかったというわけです。はい、で終わりです。こんな感じ。アイスコーを目指してください。後半に気をつけてくださいか前半で点を落とさないようにしてくださいっていうだけです。終わり。